はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、サムネイルでわかるように家系ラーメン会でございます。僕の大好きな家系でございますね。本日ね、訪れておりますのはボノマル屋さんのヤシオ店ということで、大戸屋さんのね、直伝のお店となっておりまして、めちゃくちゃうまいと評判。なかなかね、来たいなと思って来れてなかったんですけれども、本日ね、念願かなって食べにね、伺うことができました。もちろんこんな感じで大戸屋さん、直伝のこの無限ニンニクとか無限生姜ラーメン酢だったりも販売しておりますので、気になることはね、店頭でぜひ購入してみてください。本日ね、食べていくのがまず波のラーメンとライスで、そこからですね、カスタムをしたラーメンにつけ麺、計ですね3杯いただいていこうと思います。ちなみにね、今回は味のお好み全部普通でお願いしたんですけど、家系のねお店なので、味の濃さ、油の量、麺の硬さと好みで選べますので、ぜひね、皆様も自分の好きなカスタマイズして楽しんでください。なかなかね、家系のお店とかってカウンターだけのお店も多いので、ファミリーでね行くのが難しいなってところも多かったりはするんだけど、こんな感じでね、まあ、お子さん用の椅子とか取り皿もございますし、僕がねこうやって座っているテーブル席も2択ございます。ぜひねご家族で食べに来てみてください。で、本日はですね、ちょっと中休み中にご厚意でお伺いさせていただいておりますので、お話をしながら食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、1杯目のラーメンが到着いたしました。もちろんですね、こんな感じでライスもセットにさせていただいておりますので、早速ねいただきます。ひとまずね、こちらのスープからですよ。うわ、めちゃくちゃ濃厚そう。いただきます。あー、うまっ。濃いめのスープ、醤油の効いたスープにね、この骨感と肉感、たまんないですね。めちゃうめ。そしたらね、こちらの麺いっちゃいましょう。濃いめのスープをね、しっかりと持ち上げてくれる麺、うまい。で、やっぱりこうでしょ、麺とライス、これがめちゃくちゃうまい。やっぱりね、濃いめの家系にライスは間違いない、裏切らないですよ。鉄板の組み合わせね、海苔と連想にこれ麺くるみまして、ちなみにね、とも丸屋さんはライスがね、大盛り無料なので、いっぱい食べたいよって方はぜひライス大盛りで注文してください。ただもちろんサービスなので、絶対にね、お残しはないようにお願いします。ちょこちょことね、Twitter のフォロワーさん限定のサービスなんかも行っておりまして、本日はこちらですね、味付きの背脂でございます。これは絶対うまいから、ご飯にかけちゃいましょうか。これはうまいでしょ、こんなのはもう反則でしょ、絶対にうまいもん。あ、うまい。うん、もうね、甘め濃いめの味付け、ライスに合わないわけがない。このスープ、結構ね、骨感が強い、しかもしっかりと熟成も進んでて、うまいなこれマジで。
ということで1杯目ね完食させていただきました。ごちそうさまでした。やっぱりね家系トノマルさんなんかは結構ね営業時間も長いので、時間によってねやっぱりスープの状態が若干味の変化がございまして、浅めというか出汁感の強いラーメンが食べたければ朝市とかに来たらね絶対にうまいと思いますし、2時ぐらいとかになってくるとだんだんねスープも詰まってきて濃厚なラーメンがいただけるので、ぜひね皆さんも自分のねお好みに合わせて来店する方が絶対いいと思います。個人的にはねどっちも好きなんでどの時間帯でも OK ということで2杯目でございますね。次はねちょっとわがままカスタマイズさせていただきました。今回はこちらですね、チャーシュー麺5枚のチャーシュー麺を注文してですね、海苔がダブルで青生し、それにね燻製卵も注文させていただきました。もちろんね麺大盛りでございますので、早速ねこちらいただきたいと思います。いやチャーシューもまたねうまかったから、さすがにわがままトッピングしすぎて麺もスープも届かないね。そんなにうまい家系が苦手って人いるのかなってぐらい、それぐらいうまいよ。あわこれよ。もうこれっすよね、海苔とほうれん草青菜ですよ。ちょっとこの辺りで海苔とね青菜をあえた後にこのグリーンニンニクをちょっとねこう垂らしまして、あーもう最高、こんなん絶対うまいやつやん。毎回ね自分が家系食べに行く時 もう撮影外でもねほうれん草だったり青生しに海苔増し確実にやるトッピングなんだけど、このねカスタマイズは間違いがないです。ライス大盛りなんだけどさ、今回麺も大盛りにしちゃったから先ご飯ないです。最近はね、大食い欲出てきたから、チャレンジとかデカ盛りもね、楽しいなっていう気持ち復活してきたんですよ。でもやっぱり好きなラーメンをね、こうやって並盛りでいただくの、これ以上の幸せはないよ。またね、大食い路線に戻るとしても、こういうのはね、ずっとやっていこう。やっぱうまいラーメン食うと、明日も頑張ろうって気になるわ。たらこれね最後に燻製味玉ですね、スープに浸して温めつつよ、いただきます。ということで2杯目ごちそうさまでした。ということで本日ですね最後いただきます、こちらつけ麺ネギつけというメニューでございます。このねネギつけなんだけれども、もちろん通常のつけ麺チャーシューつけ麺もあるんだけれども、やっぱりその大戸屋さん直伝ということで、あのネギが食べたいと。でネギも2種類ありまして、白と赤で、今回は和風の白とご飯物でですねこれ赤を注文させていただきました。こちらもねいただきます。
つけ麺の方、これね、丼からキンキンに冷やしていただいてるので、麺の方も温まることないと思うんですよ、最後まで。ちょっと麺だけいただきます。あー、うん、うまっ。このさ、ネギのごま油の味が麺にも浸ってて、うまいな。もう、だからもう、これでいけるもんね。十分もこの丼だけで、混ぜ麺としてこの丼一杯でメニューとしてなるぐらいなんだけど、でここら辺でですね、こちらのね、漬け汁にガッと浸していきましょうか。うわ、うまっ。もうね、漬け汁もしっかりと濃い醤油感に程よくね、酸味が効いてるんですよ。多分お酢なんだけど、合わせると不思議と柑橘系の爽やかさのような、そんな味わいになって、濃いんだけどね、いけちゃう。うんまっ。うん、でこの辺りでね、こちらの赤ネギ丼ですね。おう、うまっ。結構辛めなんだけど、ジャンの香り、この香ばしい香りが合うわ。ちょっとね、この辺りで今午後の営業がね、始まってしまったので静かに食べます。ということで、ただいまですね、つけ麺を完食させていただきました。このね、メニューはスープ割りもできるみたいなんですが、今日はちょっと営業が始まってしまっているので、この辺りでごちそうさまでした。ということでですね、本日はとのまるや八潮店さんで好きなだけ食べてまいりました。家系好きの僕にとってはね、めちゃくちゃ刺さるうまい一杯でございました。ぜひね、お近くにお住まいの方、遠方だとしてもですね、こちらのとのまるやさんでこの美味しい家系ラーメン絶対に食べてみてください。またね、繰り返しにはなってしまいますが、今日ね、僕が頼んでないカスタマイズできるようなトッピングメニューなんかも豊富にございますので、皆さんのお好みのカスタマイズをしてもらって、好きな一杯見つけてみてください。ということで、本日もありがとうございました。この動画と思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらは概要欄の方からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。